ははいどうもみなさんこんこにちはです今回もですねポケモンスカーレットバイオレットやっていきたいと思いますさあというわけでなんとこのポケモン SV でですね公式配布が急遽明日終了してしまうことが決定 しましたそしてそれと同時にですね公式から大幅なゲーム修正がされるということも決定しておりますので今回はそちらの重要情報についてまとめて皆さんに紹介していきたいと思いますですので重要情報をね見逃したくないという方は是非今回の動画も最後までご覧くださいというわけで早速ですねまずは明日終了してしまう配布情報についてね詳しく紹介していきたいと思います さあというわけで早速皆さんにはねこちらをご覧いただきたいと思います。はい、え にてポケモン公式がね新たにツイートをしたんですけどもお知らせ1月下旬以降の配信とご案内しておりましたポケモンスカーレットバイオレットの更新データバージョン3.0.1は2月1日木曜日に配信予定です配信まで今しばらくお待ちくださいと書いてありますはいというわけでいよいよ来ました次のアップ アップデートですねこれがなんと明日2月1日に配信されるということらしいですでねこれが配信されることによって いろいろなバグがね修正されるということが決定しているんですけどもまあ、それは、ね、さておきこれによってね今まで受け取れていた公式配布が受け取れなくなってしまうということにもなっておりますのでちょっと今からねそちらについて紹介していきたいと思いますがはいそれがですねこちらになります。 連続音ののマシン10個の配布ですねこちらがなんと明日終了してしまうということになっておりますのでまだね受け取っていない方はぜひこちらを受け取っていただきたいと思います。 でそもそもなぜこれが配布されたかと言いますとこの金属音の技マシンを作るためにはタテトプスの素材がいるんですよねですがタテトプスというのはバイオレット限定の出現ポケモンとなっておりますのでつまりスカーレットの人は絶対に金属音の技マシンを作れないとでバイオレットの人だけ作れるというようなバグが現在ね発生中ということになっておりますのでそれのまあお詫びというか補填として公式がね金属音の技マシン10個 配布しますという処置を取っているわけですけどもこれがね明日終了しますということになっておりますですので特にねスカーレットの人は得しますのでこれね受け取っておいていただきたいと思いますで一応受け取り方法もね紹介しておくんですが今回は合言葉がいらないというタイプの公式配布になっておりますのでちょっとねそういった時にどう受け取ったらいいかわからないという方は今からお見せするので参考にしてくださいではねまずメインメニューを開いて こちらポケポケータルに入りますそして一番下の不思議な贈り物ですねこちらに入っていただいてでここでね「インターネットで受け取る」が一番上にありますのでここを選びます。 はい、そうするとですね、オンラインにつないでくれますので、ここで技マシン223番プレゼントというところが選べるようになります。ここを押すとですね、金属音の技マシン10個をもらうことができます。ただし、もうね、受け取ったことがある方は、この贈り物は一度受け取ったことがあるので、受け取ることができませんというふうに表示されますので、この表示が出たということは、過去に1回受け取ったことがあるので、もう受け取ることができないということになっております。 というわけで、技マシンの配布情報について紹介してきましたけども、まあ、もう一回言っておきますと、これね、明日終了してしまいますので、ぜひね、明日までに受け取っていただきたいと思います。で、具体的な時間はですね、公式から述べられておりませんけども、まあ、目安としてはやっぱり、まあ、9時かな、朝の9時ぐらいになるんじゃないかなというふうに思いますので、少なくともね、明日の朝9時までに、この金属音の技マシン10個をね、受け取っておいていただきたいと思います。で結構わ でね、いる時になってから作るとなるとまあ面倒くさいんですよねで10個くれるっていうのはめちゃくちゃありがたいし便利なので今のうちに受け取っていただきたいと思います特に金属音に関してはレイドバトルってね結構使えますので今後重宝するということになると思いますので是非見逃さずに受け取っておきましょうと。 ということで以上ね、ね終了する配布について紹介してきましたけどもここからですねこの新たなアップデートバージョン3.0.1が配信されることによって修正される大きなバグですねをまとめて皆さんに紹介していきたいと思います。 まあ中にはこんなバグあったんやみたいな知らないバグもねあるかもしれないんですがまず1つ目は先ほど紹介した配布に関するバグですねタテトプスの素材がなければ金属音の技マシンが作れないという不具合が修正されるということが決定しております ちょっと具体的な修正内容についてはまだ明かされていないんですがおそらくタテトプスの素材というのがなくなるんだと思いますでその代わりにスカーレットとバイオレット両方のバージョンでゲットできるようなポケモンですねの素材が新たに金属ウォンの技マシンを作る素材として追加されるということなんだと思います まあ個人的な予想ですけどもタテトプスの代わりにエアームドなんかが素材として追加されるかもしれないですね、まあ、どの道スカーレット、バイオレット両方でね今後は金属音のわざシンを作れるということになるでしょうでは続きましてこちら。を、まあ、いいを道具を使って レベルアップさせレベル30未満になった場合ボタン入力が反応しなくなるバグを修正するということも決定しております。 どうやらこのまあいいかをバトルでレベルアップさせるのではなくアイテム、ですね不思議な飴とか経験飴とかでレベルアップさせたときにそれがレベル30未満だった場合その次にボタンを押しても何にも反応しなくなるよというようなバグが、ね、あるらしいです。でそれが、ね、今後はちゃんと修正されるよということが公式によって、ね、明らかにされております。 まあこれ結構深刻なバグなんですけどもそもそもまあいいかをレベル30未満から育成しようという方もそこまで多くなかったんじゃないかなと思うのでまあこの深刻なバグに陥る人はそもそも少なかったんじゃないかなというふうには思いますねでは続いてこちら技ドラゴンエールの効果を受けたポケモンを控えに戻し再度先闘に登場させた際急所に当たりやすい効果が残って ているというバグも修正されるようです。まあ、これはねちょっと修正されて当然かなと思いますね。 このドラゴンエールは青の円盤で新たに追加された技になるんですけども、レイドバトルとか、あとはダブルバトルを前提にした技ですね。味方の攻撃が急所に当たりやすくなるというバフ技になるんですけども、通常バフはポケモンをね、交代させてしまうと、もうね、次に交代した時に残っていないというのが当たり前なんですけども、それがね、このドラゴンエールに関しては、交代後もバフの効果が残ってしまっているというバグが 発生しているようですなのでそれをね修正してちゃんと交代したあとはその効果が残らないようにしますよというような修正になるみたいですねでもちろん使用としては明日修正されるまではランクバトルでもこのドラゴンエールのねバグ仕様というのは使えたままになりますのでここはねご注意いただきたいと思います では続いてですけどもここからは確定ではないですが修正される可能性が高いと個人的に思う重大なバグですねを紹介していきたいと思うんですがはいこちらテラレイドバトル時にステラ状態でバリアを張った相手に攻撃するとなぜかダメージを軽減されるバグですねこれね攻略サイトでも指摘されてるぐらいなかなか不可解なバグになっておりまして今作のね青の円満から新たにステラテラ ステラスタイプという新たなタイプが追加されましたよねこのステラタイプの状態になると全ての技を1回だけ強化して打てるというような仕様になっているんですが これをですね、テラレイドバトルで使うとなんと全ての技が無限に強化された状態で打てるというような紙仕様になっております。ですので、まあ、この自分のお気に入りのポケモンをステラタイプに切り替えてテラレイドに挑んだという方も多いと思うんですがなぜか相手がバリアを張って あとはタイプ不一致と判定されて大幅にダメージがカットされるということで逆に弱体化してしまうというバグがね発生しております、まあ、バグかどうかはわからないんですがちょっとねこれが不具合じゃないとしようとして謎すすぎますよね、まあ、これに関しては未だに公式からね何の声明もないのでもしかしたらまちょっと不具合として 修正されれなないいかもしれないんですがただねこれ本当に不便でテラパゴスのねテラクラスターを撃てるようなポケモンでない限りはもうステラタイプで挑まない方が いいという結論に現在至っていますのでちょっとねこのバグ知らなかった方はステラタイプで挑むということはやめておいた方がいいと思いますまあこれはあくまでテラレイドバトルでの話なのでポケモンバトルとかの時はちゃんとねその仕様は発揮できますので安心していただけたらと思います そして最後に紹介する重大バグはこちら、やっぱり増殖バグですね。今回は伝説でも幻でも色違いでもポケモンをね増殖しまくれると、でもちろんどんなアイテムでも増殖しまくれるというね、とんでもないバグになっております。まあ、ちょっとねやっ っってみて分かったこととは工程が面倒くさいのとあと成功確率がそこまで高くないというところがあったので実際にねそうやって実践してる方というのが、まあ、多いとは思わないんですけどもこれはねちょっと重大すぎるバグですので公式はさすがにこれは修正するんじゃないかなというふうに思いますね、まあ、ただこの増殖バグに関しても公式からはちょっとね声明というかそういったものが出ています ので今回、ね、まあ明日修正されるかどうかはわからないです。 ただね個人的に思うのは明日配信されるアップデートってそもそも1月の下旬に配信されるよということも公式によって告知されていたんですよねなのに2月のね1日になってしまったということはおそらくね増殖バグへの対応としてちょっと時間がかかってまあ今になってしまったんじゃないかなというふうに思っているんですよねまあ、こういう増殖バグは絶対に嫌だというように反対するユーザーも結構 結構多いと思いますので明日ね修正されるというのはほぼ確実なんじゃないかという風に個人的には思っておりますただしですねこの増殖バグを実際にやっ 見てみた視聴者の方からコメントをいただいたんですがどうやらポケモンホームとかの GTS 交換はできないということらしいですこの増殖バグで増やした色違いの伝説とか幻とかをですね、まあ、あ GTS で交換しようと思ったら出せなかったというようなことをコメントでいただいたので、まあ、そういったところでねちょっと偽物の増殖バグさんの伝説とか幻ポケモンを捕まされるという被害はありませんのでね そこは安心しておいていただけたらと思います。 というわけで今回は新たなアップデートに伴って終了する配布とあとは修正されるバグについてまとめて皆さんに紹介してきました、まあ、今後もですねこういった最新情報であったりとかイベントにまつわる情報をですねあとは攻略情報なんかがあればすぐに動画で紹介していきたいと思いますのでぜひですねこういった情報をいち早く知りたいという方は今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いします そしてね、もしこの動画が良ければ高評価していただけると非常に嬉しいです。ぜひそちらもよろしくお願いします。というわけで今回の動画はねこれで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。